プロ野球セリーグ巨人ヤクルト、4日、京セラドーム、巨人のグリフィン投手は4日のヤクルト戦へ向けて自身の投球術について語りました。チームは3日からヤクルトと京セラドーム大阪、岐阜、長良川球場でホーム3連戦。9月初登板に向けたこの日の練習では、都合小生投手やバルドナード投手とコミュニケーションを取りながら、約30分入念にストレッチを行いました。 グリフィン投手は4月の2試合で10失点するなどシーズン序盤は2軍調整が続きましたが6月に以降はローテーションに定着特に7月は3連勝も記録するなどここまで6勝3敗防御率3.11で投手陣をけん引しています京セラドーム大阪のマウンドはバンテリンドームに似ていると一度勝利を挙げた球場に照らし合わせると グリフィン投手は自身の投球術についても言及。日本のバッターは足を上げてタイミングを取ることが多い。という理由から、打者や試合展開によって、テンポやリリースポイントを変化させる意識をアメリカ時代以上に持っているようです。